当たらんだわ。短い。でもそこそこ手にされてるんだけどね。はじめ。こんなちょびっとで割れて。だからいいよ。取られちゃうよ。見えないけど。うっ。あー。しな。はい、三点。あ、見えるわけ。よく見えんけど。これはゴロかな。どうだ。ゴロ。いや、読んでるとこだね。もんじゃないかな。ちょっと弱い。あ、中くったら身曲がってくるのかな。うっそ、そんな打ってか。ガバーンって左じゃないの。打ってこないか。わかりません。あ、でも、もうちょい言ったらやばかったな、左。なんかピンに対してこう、右にある木にぶつけたみたいな感じで。なかなかのコースだ、これ。まあまあ難易度あるよね。初めてではなかなかわからんぞ、これ。そんな悪くなかったか。よし。入っちゃったよ。打ち切りました。はい、3、よし。あ、見えないぞ。85個ってのが長いの。ネットのここだ。これは無理だね。これは抜けないわ。ひざむ以外ないな。これはあそこでグロンって回すのか、左に。ショートカットしても意味ないだろう。
林さんに入るだけです。まあそうだよね。強いか。いや強くない強くない。うん。全然強くない。この刻みは面白くないな。結構しんどいよこれ。なかなか3ならんと思う。いやだってそれまでしかいかんもん。ピンちょい右にまっすぐって感じ。いや、重たくねえ。これ重たいな。いや、全然だ。これはね、行っちゃった。あれ弱いの？まあまあ打ったんだけど。違う、重いわ。重いね。さあ、どっちを信じるか。殴っちゃった。これは飛びませんね。あ、俺より行った。抜かれた。やべえ、俺マーカー持ってきた。あるよ。そこそこ打つ今回はいらねえと思って、うん、そこそこ打ってもいけるかもね。はじめ、さっきより止まる感じがする、うん、千葉的にね。方向なのかな。アートウォルフの技術に関するお問い合わせはコメント欄までお願いいたします。